はい、お待たせしました、陣内です。ファークライ3続きをプレイしていきます。よし、ミッションを進めていくぞ。これに一体何があるんだったっけ。ここだな、死亡者の証拠写真を撮ろう。キャンプに近づく。オッケー、ステルスミッションだな。誰もいないよな。大丈夫。不思議なことにね、双眼鏡がないから、これこのゲームはカメラを双眼鏡代わりに使わなきゃいけない。でね、コンテナをお金がね足りないから、全体的敵はまだいないか。潜伏をあまり派手な行動はしない。もちろんだと思う。警報を鳴らさずに侵入する。また難しいことを。あそこにもいる。あれ、マーキングされないな。とりあえずあそこには行かなきゃいけないんだ。あのジップラインを使って行く感じだな。で、あいつがあっちを見てるから、あの二人を殺すわけにはいかない感じか。殺さないで行けるのかな。警戒されるかな。こんにちは。標的が目に入っても俺の指示があるまでは撃つなよ。オッケーオッケー、殺さなくても別に大丈夫みたいな。制服を着てるからな。ちょっと拠点制圧をしてたから拠点制圧はね、制服を着ててもあれはもう無条件で立ち入り禁止区域だから攻撃されちゃうんだけど、これは普通に大丈夫みたいだ。ここならよく見える。こっから、ああ、ベスターも持ってるな。双眼鏡がある。欲しいな。あれがリストだ。手に入れないと。何をしている。写真を撮ってるだけです。トラックを爆破しないと逃げられるぞ。逃げろ。トラックを爆破だと？クー RPG 持ってくればよかった。ねえ、テロ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。回復して。うるせえぞ、お前。ねえ、テロ。ちょいちょいちょい、まだあんの？おらよ。え？あ、メモを手に入れなきゃいけないんだ。ショットガンで行こう。あ、ちょ待って、ちょっとこっから行けないな。どっから行けばいいんだ。痛い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 。どこにいる？あそこにとりあえずいるな。ショットガンで狙える距離じゃない。ちょいちょいちょい待ちちょい待ち。ふう、スナイパーライフ。ん？よし、一人排除。どこにいる？
なんだ、わかりにくいとこにいるな、まったく。いやらしいやつだ、この変態め。ここから行けるんだ。ショットガンを装備して、ほらよ。あれ？こっちから行くわけじゃないのか。どっから行くんだ？多いな。お、ありがたい。キャッシュは大事だからな。やばい、かかってこいや。うお、犬の声がする。ちょ、ほんとお金大事だからさ、上にしとこう。よし、リロードしておこう。お、なんかかっこいいスナイパーライフル、俺持ってるやつかな。スナイパーライフルはね、基本全開してるから。嘘、どこのドイツだ。いたぞ。おい、冗談はよしこさんだぜ。あ、や、あ、なんだな、ベクターの代わりに RPG 拾っちゃったから。ほらよ、チップラインを使う。 OK、まだいるのかな、敵は。ベスト。ほら、よし、ちょっと待ってね、キャッシュをいただいて。でもね、あるスキルを手に入れたので、多分死体の方がお金持ってる。出てこいや、片っ端から片付けてやる。なんだとこら。どうだこのレート。バイゾンみたいなの使ってるやつが多いんだよな。グレネード、あ、グレネード使ってなかったね。お、ありがたい。まあいいや。よし、ここもジップラインだ。いいや、どこだ、どうだ。ちょっと待って、なんか中にありそう。かっこいいアサルトライフ。お、何をしてる、何を。死体を探って、よし、おいおいおい、おらよ。ふっは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 、参ったか。いい、このパラシュート使わないと基本死ぬんだけど、川なら大丈夫なんだな。ほら、よし。このパラシュートなんか開いたら動く的みたいな感じだけどな。よし、
オーケー。ひぃ、大変だったぜ。ダメ、やったぞ。リストを手に入れた。よし、ホイトに伝えておこう。すぐに呼ばれるはずだ。サンキュー。やりきって、ホイトの屋敷のメインゲートまで来るんだ。了解だ。ここがホイトの屋敷な。ほら見てください、これ拠点全部制圧したんですよこれ全部行って、これなか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 大変でしたからね本当に、いや本当に大変だったんですよ。あ、ちょっと一回ここに行って、ここ経由でホイトの位置に行こう。いや、主にね、スナイパーライフルが強かったあれはね、その拠点制圧は。弾を補給しておいて、で、で、で、お、あ、地図か、地図はいらないな。このね、スペシャルウェポンのこのアサルトライフル欲しいんですよね。このショットガンも欲しいけど、今持ってるショットガンとどうなんだろう、比べて。あ、でこれを、装備して。 RPG もね、いざという時持ってると楽なんだよな。ちょっと待って、アーマー買っとこうか。よし、メディキットがやたらね、落ちてるんですよね、この拠点制圧した時に。ここはあるかな。で、拾いきれなかったのとかいくつかあったりするんで、まあいいや、行こう。ホイトの屋敷にレッツラゴーだぜ。反対の道を通って、突き当たりの T 字路的なところを左、そして右ずーっと行って、ここから潜入だ。よし。いやー、なかなかねヘビーですよ拠点制圧とかね、敵のヘリとかがね応援にかけ増援できたりとかしてね、すごい大変だったRPG がね超強いですね。あの、いつも苦戦してた装甲兵がいたと思うんですけど、あれはね RPG でワンパンなんで、 RPG めちゃめちゃ使ってました僕後半は。よし、たどり着いたな。お、デニスから着信。ジェイソン、ホイトの件、調子はどうだ。悪くないよ。校長だ。シトラにホイトは死んだも同然だと伝えてくれ。任せろ。言い過ぎだ私は常にシトラの味方だ。ジェイソンはちょっとね、傲慢というか、なんというか。これいけねえな、反対側の入り口か。なんつうかな、あのアサクリ1の初期のアルタイルみたいな感じ。傲慢で自信過剰だわこういう主人公あんま好きじゃないけどここか。こんな道のど真ん中に止めちゃって邪魔くさいけど。サム、サムだよな。ポーカーフェイスを忘れるな。チャンスは一度だけだ。来い。ポーカーフェイスって言われても俺どうしようもねえわ。ポスターです。こんにちは。ご苦労。サム、一服してこい。さあ、座れ。裏切り者のリストと写真はここに。ロケットランチャーってぶっ飛ばしちゃったけど、大丈夫なのかな。よくやってくれた。よし、一緒に葉巻でも吸おうじゃないか。お前の功績を祝おう。いや、タバコは。ああ、配管が怖いか。まったくくだらんな。ガンなどでは死ぬか。お前は、どうやら側近になりたいようだな、フォスター。私には、人の本質が見える。
お前は放浪者だ。職を転々としとどまらない。まあ言えてるかも。まあいい。ああ、従業員の幸福のために必要なのは何だと思う？恐怖だ。お前趣味は料理や絵画や映画やそれとも薬物か、なんだね？狩りです。ふん、私もハンターだ。実に高貴な職業だ。大物を狩るのが好きでな。お前をどれ以上なんかバレてんじゃねえ。リオや香港やニューヨーク、我が社は国際企業だ。グローバル化というのは必然だ。遠い国から私のもとへ商品を届ける。例えばアメリカには表面に123と刻印されたコンタクトレンズがある。それは目に入れるときに表か裏かがすぐに分かるようにするためだ。ではなぜ ABC ではなく123か。それはな、数字なら世界中どこへ行っても通用するからだ。しかもそれは装着するとその数字は見えなくなる。素晴らしいと思わないか。この発想こそまさに文明というものだ。だがそれを理解しない連中もいる。あそこに船が見えるだろう。見えない。実はあそこには身代金のための人質がいる。しかし相手は国境を越えた交渉をなんと渋っているんだ。とんでもねえ。このグローバルな時代に。私はヨーロッパのオーケストラが好きでね、アメリカの管楽器隊は仰々しくて鼻につくんだよ。これこそが私の事業の根幹だ。私は世界中から奴隷を集める。コンタクトレンズと同じように我が商品には普遍性がある。さて、お前に頼みたい仕事がある。下に捕らえている男が一人、そこでお前はそいつの正体と背後にいる人間を探れ。それから立てなくなるまで痛めつけるんだ。サムにも手伝わせよ。了解。で、カメラ越しに拝見するとしよう。同業者の仕事を見る機会は滅多にないからな。行け。待て。がっかりさせるな。字幕でまとめて出しすぎだろ。オーケー、ひとまずは成功したのかな。噂じゃあのバースが死んだらしい。やったのはジェイソン・ブロディってガキだ。もしブロディを始末できればきっと一目置かれるぜ。新人の分際でホイトと話せていい気になってんのか。ホイトはバースとも話してたぜ。やつがどうなったか。ジロジロ見てんじゃねえよ。こいつらもおしゃべり好きだな。調子はどうだ。コンテナがある。ホイトの屋敷にあるコンテナなんだ。いいものが入ってるんじゃないの。ピンクの手帳、変態かよ。特に何にもアイテムとかはなさそうだな。最近ホイトは可愛い子ちゃんを雇ってるのか。気をつけろよ。こいつは誰だ。島をもらうのは俺だ。誰にも邪魔させないぜ。そいつは無理な話だな。お前サムとコンビ組んでんのか。あいつは筋金入りだ。お前もそれに見合う器じゃねえととてもついていけないぜ。そうだな、ただの傲慢男だからな。ジェイソンはリーダーが死んだんだ。海賊どもはますます混乱するな。このキャッシュいただくぞ。こんなもんかな、アイテムは。ジロジロ見てんじゃねえよ。メディキットがある。オッケー。最近ホイトは可愛い子ちゃんを雇ってるのか。よし。なんでホイトか。来月の卒業式には来てくれないって。あいつはいつも自分のことで忙しいんだろな。あれ、ジェイソンのビデオじゃん。ねえ、ここは無人島じゃなかったっけ。いたぞ、捕まえろ、みんな逃げろ。ってことはジェイソンの顔バレてんじゃねえの。え、やばくね、これ。
あれあれだよ、あのスマートフォンで最初あのバースに見られたあのあれだよやばいんじゃないのこれ、やばいんじゃないの、バレてるんじゃないの。こっちだ。この後どうなる。これでホイトはお前を信用する。自分の嘘を信じろ。それと黙っていた方がいいぞ。スマイルだぞ。カメラがある。ああよし。こいつを尋問するんだ。ライリーじゃないのもしかして。そんな、ライリー。生きてたのか。お前は誰だ。名前は。名前だよ。ライリー・ブロディ。なんてことだ。この島には誰と来た。兄貴と。ジェイソンはどこだ。どこにいる。知らない。連絡してないのか。誰の命令。質問するのは俺だ。なんてこったい。4人はどこだ。バレないように気をつけないとな。知らないよ。頼むからここから出してくれよ。おい、いいか。映像に細工した。38秒ループする。ライリー。ジェイソン。生きてたのか。いや、奴らの仲間になったの。違う。助けるためだ。分かった。グラントは。今はいない。俺だけだ。あと26秒。今すぐ脱出しよう。ダメだ。そんなことしたら自分の手でこいつを殺すようなもんだ。組織を破壊して、ホイトを殺すんだ。俺たちがおとりになってるライリーを。ダメだ。そいつ一人じゃ外にも出られるぞ。ジェイソン、僕はここを動けない。あと9秒。尋問しろ。ホイトにバレるぞ。でも、あと5秒。大丈夫。僕は大丈夫だから、必ず助けに来るって約束して。よし、やってやる。おら。オッケー。長押し。うわあ、いてえ。ひでえことするな。くえ。うわ、えぐい。てかライリー生きてたのかよ。まだ、え。十分だ。大したポーカーフェイスな。よく耐えた。酒が欲しいな。いやー、よくあいつの名前を聞き出した。見事な手際だったよ。感心した。お前には期待できそうだ。いずれ一緒にポーカーでもしないか。いや、なこった。お前も招待するぞ。仕事の相談をしよう。わかりました。いつでも呼んでください。うん、よろしい。詳細はサムからお前に伝えさせよう。楽しみだ。覚悟しとけよ。ライリーどうやって助けんだろうな。てかジェイソンのあのビデオ見てたけど、殺してやる。ここで言うな。ここで。何考えがあるんだ。まずホイトの通信ネットワークを麻痺させ、その後燃料倉庫を爆破するんだ。それで親衛隊を混乱させ、ポーカーの最中に野草始末する。そしてライディを助ける。これでうまくいくだろう。ああ、やれる。よし、まずは通信センターを吹っ飛ばして部下どもの連絡手段を奪う。済んだな、燃料倉庫で落ち合おう。いいな。了解。オールイン。ライリーを助けてもさ、あの友達たちはもう帰っちゃったんじゃない？船で。まだ帰ってないのかな？もう帰ったとしたらもうジェイソンとこの島を出るしかないんじゃない？どうなんだろうな。お、トロフィー潜入捜査。OK。通信をなんとかとか言ったけど、それどこやねん。あんなところか。そうですね。じゃあそうだな。
一回ここで切ろうかな。あ、ここホイトの屋敷か。時間がね、もう結構いいところとか、まあ、30分近いとこ来てるので、ここで一回切って、次回また、あ、ライリーの声か。ライリーは弟ですよ。次回ね、そのストーリーを実際また進める。通信センターをまず破壊かな。やってホイトを倒していこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回サムとコンビ組んでんのか。あいつは筋金入りだ。お前もそれに見合う器じゃねえととてもついていけないぜ。面白くなってきたぜ。噂じゃあのバースが死んだらしい。ということで、次回をお楽しみに。できればチャンネル登録、高評価お願いします。それじゃあまた。